あのね、プレゼント。綺麗だくっそ。いや、あなたほどじゃないですよ。その辺の鉢にでも刺したら？鉢はダメです。え、どうして？鉢は一度刺したら死にますわ。さすが榎本美恵子くん。あ、野坂先生。野坂先生、元気ですか？まあ、ねえねえ、愛してるよ。いや、本当綺麗。これはまた紐さんですか？どうぞどうぞ。あなたはね、ここへいらっしゃい。お久しぶりです。しばらくですね、本当に。だけどお綺麗で、全然なんか年月が変わらないって感じですね。あなたの上には年月も歩みをとどめてしまうわけだ。まあまあ。はい。焼きそばかなんかあるか。あの最近ね、面白いゴシップを聞いたんだけど、はい、わかりました。ちょっとエロティックなゴシップが好きですね。そうですね。そういうようなものが大好きなのがね、ダン・イクマさんっていうね、文学家。あの方がね、あのゴシップをこういろいろ好きなんだけども、ね、動物園に出したんですね、はい。動物園行ってね、ある時にこう動物を見ながらね、ちょっとこう低めて。あのラクダとこっちのラクダはできてます。面白い。だいたいゴシックのこと面白いな。次にあの人の、ね、欠点とありますね。例えばあの字の話だ。その字の話もね、あまりこう極端に言うとあの汚くなってしまう。だから文豪という文豪、あのかの三将をお書きになった伊武瀬松井先生、その人がね字の話をずっと記述するわけですね。その時あの伊武瀬先生がね、私も字ですってね、あの周りからどうしちゃったの。みんなが結構ですね、何字ですか？マス字です。あの、坂さん、ミシシッピには2つの、おしぼりでしょ。あの川がある。おしぼり。あなた知ってますか？俺ミシシッピをずっと考えたのね。アメリカで一番の流域の川だとかなんとか言って、ね、ミシシッピって。あ、先生、お帰りになる。どうも分からないんで、知らなくて。入りじゃない。あ、ジラ川ってこっちだから。もう少し知りたい。こういうのがね、笑わなきゃならないというのも辛い。この間ね、面白いことがあったんだよ。俺はね、ちょっと笑っちゃうんだけどね。あ、赤塚先生。あの、俺がね、こんばんは。いらっしゃいませ。あ、どうもしばらく。日本と書こう。うん。他の本で漫画はね、本当にね、庄司貞夫と並んで、ただ2つね、2人、日本の画壇を支えてもらいます。ありがとうございます。もう今のね、日本の漫画団のね、身体ぶりなんですか？あ、そうだな。どうしようもないね。反省しなきゃいけないんだけどね。どんどん頑張っていかなきゃ。いや、もう今年は頑張りますからね。今年っていうかね、去年ね、大いに落ちたのはね、があったママ日本のね、画壇と、ママよね、それと漫画関係、ハモリと漫画孫の、なんて言いますかね、1億3000万人のね、人々ハモリとしてマーハモリ、乾杯。あなた毎週のことでしょ。だからママ、ママ、できないママ、春日行く。いや、政治の王道を行くのは我々だ。しかしこうやって乾杯乾杯でね、もう人生本当に結構ですね。ママ、そうです。やっぱり皆さん、食べてもらえますよ。さあ皆さん、今日も仲良くですね、行きたいと思います。ああ、さて、みんなで盛り上がってみましたね。わーっと行ってみましょうか。みんなで乾杯。それではもう一回乾杯しましょうか。お店の繁栄を祝って、お店の繁栄を祝って、売り上げをね、の伸びをね、祝って。乾杯。乾杯。乾杯。と、なんかまた、カブリカ先生、お帰りですか？この間、どうもありがとうございました。あ、この方はね、夢を英語で見る方ですからね。あ、なるほど。もう英語は本当上手ですよ。それもね、まだ。どうもありがとうございました。なるほどね。わっさ、ヘルユドゥザ。わかんないな。面白い。うん、まだまだまだけど、あれですね、こうやってね。バーでもって、楽しく、飲み直しましょう。やっと飲み直し。飲み直し、乾杯。飲み直し、乾杯。乾杯。ママがいないと途端に火が消えたよ。そうなんだよ。なんかもう話の次も行きなっちゃった。もうおしまいになっちゃった。吉行くんが来る前にちょっとここにいようかなと思ってね。なんていうの？ただ今ちょっと、喘息の君で、あれいらっしゃいません。ママ、ママ、おしぼり。さあ、愉快に飲みましょう。おしぼりね、先生とか。では、おしぼりのために、乾杯！なんだね、君は！そのオール阪神巨人みたいな顔したんだ。なんでぶつけんだね！しっかりじゃないか。まあね、投げてまいりましたね。ママが出てくると ね、銀座も落ちました。しなそば食うとかね、どだるとか。しなそば嫌ですね。もう貸し替えましょう。貸し替えましょう。ここは新潟3区じゃないんだからね。じゃあ一緒に行こう。どうもありがとうございました。いらして最後に飲みますからね。またいらして。どうせ俺はね、視野は広いが心は狭いんだよ。女の腐ったような人間なんだよ。どうせいいんだ。嫌い嫌っていいんだね。タモリ、ろうそくしようやろうか。誰がやるか、そんなもの。